交通安全を祈りながら歩く安行を行うのは、会津美里町の会津薬師寺の僧侶、天野王冠さん47歳で、町内の警察署で今日出発式が行われました。県警によりますと、県内では今年に入りすでに1500件以上の交通事故が起きていて、31人が亡くなっています。天野さんはこうした犠牲者の供養を行い、交通安全を祈るお経を唱えながら郡山市までのおよそ85キロを歩きます。交通安全はみんなの願いという通りに、その願いが成就するようにひたすら祈って歩んでまいります。郡山市を目指し3日間祈りの歩みが続けられます。